皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回も新規初投稿、名古屋市のユータロスさんからギター用のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。そして最後にですね、HX ストンプ、こちらでね、空間系、とかプリアンプで使ってるようですけども、今回はこの機能、使用の方ではなくてですね、電源ですね。コメントにもあります通り、DC アダプターのみで対応、かっこ場所取るし面倒なのでということでですね、AC アダプターを使ってないということなんですかね。親入れ電気から出ている DD3398 カレントダブラーケーブルを使用ということで、電源ケーブル1本挿せば OK なところが楽ちんで気に入ってますということで、早速親入れ電気のホームページ見ましたら、まずじゃじゃん、値段がすごいするなとこのケーブルでこんなするんだと。でも確かに、AC アダプター使わなくてもこれ1本で済むということであれば、非常に小スペース化になるのでいいなと思いました。で、親入れ電気さんの方で、すでに動作確認済みのパワーサプライということでね、非対応機種も含めて、明確に載せているので、この HX ストンプをお使いの方、それからボスの GT1000 コアをお使いの方はですね、ぜひ注目いただきたいなというふうに思います。で、ポイントはですね、フルアイソレートタイプのこの動作確認済みの、ストライモンのズーマオーハイ、まさにね、ユータロスさんが、使われているパワーサプライ、それからバイタルオーディオの各機種ですね、こちらは動作確認されているそうですので、フルアイソレートのパワーサプライであるということが一つ。それから、9V の 500mAの口、この二つに差し込むということが重要ですね。9V でも 300mAとかいろいろ、アンペア数が違う場合があるので、それはよく確認いただいてですね、差し込まないと、故障の原因になると思われますので、ご注意いただきたいと思います。ということで、このケーブル一本でね、かなりの小スペース化、になると思われますので、ぜひともね、こちら注目いただきたいと思います。ということで、ユータロスさん、とても見た目も綺麗な、配線も綺麗な、カラフルなボード、投稿いただきましてありがとうございます。また、解説の方でね、この親入れの、ケーブルの、情報もいただきまして、とっても参考になりました。ありがとうございます。エフェボーニューステッカーは必ず、お送りさせていただきますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。エフェボーチャンネルも毎日楽しんでください。最近はショート版も始めました。ありがとうございました。